すべては心からの笑顔のために。吉田慎一郎36歳。彼は大阪府箕面市で歯科医院を開業している。少し変わった委員長なのだ。小学生の頃、彼はミスタータイガースを夢見た。中学からはエースを狙った。とにかく目立つことが大好き。無理と言われると燃えるタイプ。有言実行が座右の銘。念願のテレビ番組にも出た。裸族の浜で診察した。本当に変わった委員長だ。2008年6月、彼は自分の夢を追い求め海を渡った。とうとうやってきました、ドイツ平和村です。嬉しい。子供たちがこの先進国ドイツに来ると、自分たちの国にはなかったお菓子と出会ったり、アイスクリームと出会ったりすることで、もしかしたら虫歯になってしまうんじゃないか。そうしたらやっと体が治って自分たちの国に帰った時に、お父さんお母さんとせっかく会っても一緒に美味しくご飯が食べれなかったら、本当に虫歯にならない食生活っていうのを、食習慣っていうのを今身につけてれば、ずっと長く使える知識になると思うんです。だからそんなきっかけを作ることができればというのが僕の思いです。子供たちの平和を感じてる彼らの笑顔に会いたい。元気をもらいたいけど、もらった分元気を返してあげたい、笑顔を返してあげたい、そんな気持ちです。歯医者ですけどね。今の自分に何ができるのか、ここ平和村で確かめてみたかったのだ。ドイツ国際平和村、1967年にベトナム戦争で傷ついた子どもたちを救おうという運動から設立され、今までにおよそ2万7千人の子どもたちの命を助けてきた。運営資金はすべて募金。0歳から15歳の子どもたちを戦場の母国からドイツに引き取り、病院で手術などの治療をし、心と体のリハビリをする。この時、世界8カ国の戦場から傷ついた子どもたち245名が集まり、共同生活をしていた。吉田は笑顔を取り戻し、母国で待つ家族のもとに帰ってほしい、正しい歯磨きの習慣を身につけ、生きるために歯の大切さを知ってもらいたいとやってきたのだ。大丈夫か？ちょ、痛いんちゃう？ちょっと問題感じますね、うん、なあ。ドイツで甘いお菓子を知った子どもたちが虫歯にならないように歯磨きの大切さを教える。20本中9本しか残ってない。やっぱり11本抜いてるわ。なんでそんな虫歯になったん？虫歯の怖さを教える。自らピエロになった。ハローハローハロー、グテンタン、こんにちは。はいはいはい、えーえー、元気、えー、じゃじゃーん、じゃじゃーん、これなんやと思う？なんか怖い。そう、お口の中には怖い虫歯菌がいます。歯、はあ、痛なるで。歯、はあ、痛なったらアメちゃんだけじゃないよ、ご飯食べれなくなる。困るな。困るやろ。そうならないためには、じゃじゃん、ゴシ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 、歯をゴシゴシゴシってして虫歯菌をゴツン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 、ああ、落ちちゃった。
安心。こんなんなっちゃったら困るやろ。だからアメちゃんは1個、歯ブラシはちゃんとゴシ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 、自分で歯磨きできるよ友達。口洗ってる口。いやー、okay、できるかな。いやー、okay、じゃあ約束、約束、OK、歯磨きちゃんとするよ、約束、はい、約束、約束、約束。よし、オッケー、はい、上手にできました、オッケー。結構あれかな、この子は爆撃で大やけどを負った。母国に帰っても歯を磨いてくれる親はいない。しっかり自分で磨けるようになってほしい、吉田の思いが込められる。よし、うわ、上手にできた、バッチリ、スーパー、うん。委員長、患者さんからいただいた善意は平和村へ寄付、集められた募金はこうして本人の手で寄付されています。吉田、日本に帰る。命の危険感じながら歯ブラシなんか絶対できないと思うし、今ここが平和だから歯ブラシができてる、歯を守ろうと自分たちでもしてる。国に帰って本当に命の危険感じてたらそうはなかなかできないだろうなと思うし、歯を治すって本当平和の象徴ですし、美味しくご飯が食べれるって平和の象徴だし、うん、ここにいる子供たちのやっぱ笑顔はやっぱり最高ですよ、うん、平和ゆえのものです。4年前彼は独立した。知り合いもいない新天地に開業したのだ。彼のテーマはスマイル、健康な白い歯が笑顔を生む。奇跡ってあるんですけど、僕は奇跡ってただ願ってたら忘れてた時に起きるもんではなくて起こすもんだと思うんですよ。やっぱりやり続けること、言い続けること、諦めないことかなと本当に思ってます。今日は皆さんとこの奇跡っていうのを、まあ、心の底から楽しみながらしていけたらと思ってます。彼を支えるスタッフは15名、笑顔あふれる歯科医院にしたい。怖くない歯医者、また来たくなる歯医者が吉田のテーマ。そのこだわりがこのカウンセリングルーム。患者さんのプライバシーを考慮し6つの個室を用意した。治療室の壁を明るくした。遊園地をイメージし患者さんが少しでも楽しくなるように。最新鋭の機材も随時導入している。全ては患者さんの痛くない怖くない歯医者のために。一言で言うと一番大事にしているものはスマイルなんです。まあ、キーワードみたいなものですね。はい、スマイル、それは何を表せるものかって言ったら幸せの象徴であり、まあ目指すものは患者さんの心からの笑顔、スマイルで、本当はそれだけを目指してるとスタッフが疲弊していってしまってヘトヘトになる。人のためになるのは大事なことなんですけど、やっぱり僕が大事にしてるのはスタッフの笑顔、スタッフが心から楽しんで働ける環境、うん、まあ、もちろん仕事なんでそんなに楽なことばっかりではないですけど、そんな中にやりがいや楽しさっていうのをできるだけ散りばめて、それも一人一人に合ったものを提供していってっていうふうに思ってます。
彼が一番力を入れているのがスタッフの意識の統一だ。患者さんが笑顔でありがとう、この一言を聞くために。スマイルっていうことを重視してきて、要はそのためのキーワードはまたコミュニケーションなんですね。患者さんとの信頼関係で、信頼関係はすごい強いものがうちの院にはあります。スタッフ同士、患者さんとスタッフ、患者さんと私たち、あのドクターですね、私との患者さんとの関係っていうのもすごい強い。でそうなった時には期待が高まるんですね。患者さんのここならばもっともっと自分の健康が良くなるんじゃないか、歯がきれいになるんじゃないか、もっと噛めるようになるんじゃないか、高い期待がやっぱりつきまといます、うん、それに応えるだけのやっぱり技術、うん、知識、技術、うん、っていうのがやっぱり必要になってきました、うん、うちの院にももちろんその技術の研鑽っていうのはし続けてきました、うん、でももっと必要になってきました、うん、だから技術の高さとコミュニケーション力の高さ、その両方がやっぱり求められてきてると思うんで、今は技術の研鑽の方を少し力を入れようということで、まあ、外部講師も入れで、定期的な院内勉強会も開催し、それもただ一方的に教え込むっていうことではなくて、学んでアウトプットする、自分たちが学びアウトプットする場っていうのを作っていってます。やっぱりね、歯はね命につながってるんですよ、うん、僕らは歯を守ってるんですけど、その延長にあるものは命なんですよね。僕が一番大事なのはやっぱり言葉であり、その言葉も家族や本当に愛してる人に愛してるよっていう言葉を伝える、そういう大事な大事な機能だと思います。それを支えているのが私たちだと思うんで、やっぱり歯科医療には意義があります。あなたの笑顔をサポートします。